はいどうも滝でございます今回もねスプラトゥーン3やっていこうと思いますということで今回使っていくのは立体音 4K ということでまあ久々のねスプラトゥーンです本当に色々とねお騒がせしましたということで、まあ、頑張っていきましょう適当にでまあ色々と話していくんですけれどもまあ何があったか話しますねなぜかというと普通のこういうスプラトゥーンの場で話すべきではないと思ってるからまあそれは女のはどうでもよくてですねまあどんなにねアップデート重なろうとも どんなにアップデートが重なろうともな、変わんねえんだわ、この世は。リッターが強いという事実は変わらないんですよね。残酷な世の中だよな。本当にに何でだろうね。なんでこのリッターとかいう武器、いつまで経っても強いんだろうね。なんかね、いや正直ね、うちもリッター使いは名乗ってるけど、正直あんまりターが強いゲームは楽しくないです。え、ター使ってるときは楽しいよ。いろんな武器を使いたいんだよ、うちは、正直。 正直ね、いろんな武器を使いたいのに、あのリッターが強すぎるせいで、まあ、正直あんまり楽しくないよねっていう、いろんな武器を使えないよねっていうなっちゃう。結局なんか、スプラッシューターとか持ってもさ、結局、リッターが強いから、もうリッターにボコられるじゃんス。スプラッシューター持っても、リッターがリッターまら、あ、相手にリッターがいなきゃね、それはもう無門、無問、猛反対なんだけど、結局ね、まあ、相手にリッターがいないときなんて、まあ、半分くらいしかないわけで、半分の試合は相手にリッターがいるのでね、 相手,まあ、相手、まあそうだね、相手にリッターがいるのでね。まあ結局つまんないわけですよ、このゲーム。マジリッターがね、このゲームがつまんない理由の、いやごめん、つまんないって言っちゃうとね、なんかマジで、このゲーム大嫌いみたいになるけど、別にじゃあこのゲーム嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないし、もちろん面白いところもあると思う。まあ、ただ、まあ、しょうもねえとこはしょうもねえよなーってなってしまうところは、まあ否めないので、まあ、やっぱね、 まあ、リッター持ってるときは、もうこうやって、ズバズバ、まだ、あ、抜ける試合は抜いて、もう、ひゃーキエ、えーとか、まあ、規制を走ってるわけなんだけど、まあ、やっぱね、それじゃあ、リッターを、リッターだけのゲームになっちゃうしな、結局。マジでリッターだけのゲームなんすよ。っていうか、内側ガチ小さいの持ってるから、入れた方がいいのかと思ったけど、なんかいますね。OK。入れようかな。無理か。まあ、しゃあない、これは。ま、あこれはしょうがないですね。さて、ま、あそれはいいんだけど。ま、あそんな感じで、 リッターはいつまで強いんですかねこれね、スプラトゥーン3。まあ、スプラトゥーン4が発売されるかどうかは知りませんが、スプラトゥーン4が発売されるまでリッター強かったらうちマジで、4変わないかもしれん。<laughs> マジそのレベルでね、リッターはね、ちゃんと調整した方がいいと思います。調整しにくいのはわかるけどね、正直。しにくいと思う。物理的に難易度がやっぱ高いから。まあでも、難易度高いって言っても、2の頃から比べたら簡単ですけどね、この。リッター4系とかいう武器。っていう感じですね。 だから結局ね、アップデートとかでなんか、イグザミナー強いとか言われてるけど、まあ多分イグザミナーはあんま強いと思ってないんですけど、まあ、多分でまあイグザミナーが強いとか弱いとかどうでもよくて、正直。好きですね。まあ、だから、まあ、なんだろうなまあ、リッター環境はやめたほうがいいですよ。<laughs> それは多いに思います。 マジで。つまんないから。前衛使いから見て、多分リッター環境は世界でつまんないと思います。いや、スピナー環境はどうなんだとか言われるかもしれないけど、多分スピナー環境よりつまんないです。サブスペッ強いしな、なんか、リッターも。まあ、スプラチャージャーは、うちはスプラチャージャーの方が好きなんですけど、どっちかっていうとね、まあリッターが強すぎるからリッター使ってるんだけど。だからね、まあ、あちなみに。 だからまあそんな感じであんまりリッターの、リッターが強すぎる環境は良くないと思いますっていうね。まあ、うちみたいなド素人がね、ジョイゼがやってんだったらまだしもうちみたいなド素人が語っておりますよと。別にいいだろ、ど素人が語ったってよ。あの。やばい、これ降ってきて、降ってくるでこいでやれる。あぶね。きりいきました。ほら、もうリッターが強いじゃん。だってこんなんさ、まあ、なんだろう、X マッチのミラー編成も確かに問題あるけど、 まあなんかね難しい問題なのはわかる <laughs> あやっぱりしち,ちゃったそういう日もある相手の球がぶれなかったなアクション強化積んでるからなで、まあ、そんな感じで問題はあると思いますすごいまあ発売から1年っていうね時期が経ったわけだけどいつの間にかいつの間にか経ってました発売から1年まあその発売から1年1年しかっ 1>, 立ってないのに1年しか経ってないからまだあるだろうっていう派と1年も経ってんのになんでいろいろ改善されないんだ派がいると思うんですけど別にうちはどっちでもなくて何とも思ってないんでそういうの興味ないんでまあでもさすがにこのリッター環境だけはねまあちょっとどうにかできたらいいんじゃないかなと思いますけどねどうなんでしょうか難しい問題でありますさあちょっとまずいですねこれは非常にまとりあえず人殺して 人殺して人殺したい人を殺したい,したいあなんか味方強いなありがとうねさあこれ相手アサリ一番のねさあアサリがあるから油断はしちゃいけない普通に入れられたら負けますからねさあどうしましょうかナイスこれ絶対持ってこないと相手負けるからな まあ、うちのことをとさないといて負けなのは分かってると思うんですけどナイスとさてまあこんな感じでスプラトゥーン執念についていろいろ語ったんだけどこれ絶対2試合目に言うことだったなちょっと活動を長い間開けてしまったことについてまずは語るべきだったねまあでも結局環境がね環境が変わってるのかは知らんけどなんだろう結局どんな新武器が追加されてもまだまだ立ターが強いということでよろしくお願いいたしますさあ2試合目も のんびりやっていきますかということで、まあ、活動について少し話すんですけれども、まあ、今までね、今までというか、まあ、配信、配信じゃねえや、そう、活動をちょっとお休みする前は、週1くらい、まあ、最低でも週1くらいで、まあ、配信してたんですけど、まあ、これからもね、まあ、配信は、おいおいと、まあ、すぐではないかもしれないけど、特に週末とか、始め、始められていければいいかな、と思っております。 弓厄介ですね、非常に。殺します。人種、ね、殺します。まあ、これはしょうがない。ああ、でも味方飛んじゃってたんかな。だったら、あんま無理しない方が良かったな。さあ、これは一回しょうがないな。3落ちしてしまった。で、まあ、正直このステージのこと、うちあんまりよく分かってないんですけど。<laughs> 正直このステージのこと、よく分かってないんですけど、あのー、初めてです。今日初めてやりました、このステージ。こっち向けて、こっちでした。違った。全然違ったわ。あこっちから来ますね、多分 ああ、そっち登れんのへえ、そりゃ知らなかったわ。これ一回逃げます。デコイかデコイですね。さあ、ちょっとされている、ちょっとしんどいですね、これは。デコイも来ちゃったんで、ちょっとどうしようか考えつつ、体勢を立て直せればいいかな。あれなんだっけあの、なん、なんていう武器だっけあれ。イグザミナーか、なんか。絶対強くないけど、なんか、強いって評判になってるイグザミナーじゃないですか。いや、絶対強くないから。イグザミナー絶対強くないっすよ。いや、うちごめん、使ったことないけど。 いやまあ、使う、強い人が使えば強いなんてね、そんなんどの武器だってそうなんだもん。絶対弱いよ、イグザミナーは。イグザミナーは絶対に弱いですよ。はい。もううちが保証します。保証、連帯保証人になります。イグザミナーは弱いです、絶対。だって、だってさ、脳チャーソンスが絶対強いじゃん。チャージキープあるないはね、違いますよ、やっぱ。 はいでまあ配信はおいおいと始めてきたらいいかなと思いますっていうのは何回も言ってるんですけどああちょっと当たんないっすねちょっとエイムが悪い本日さっきの試合はまあまあ良かったんだけどなちょっとあの弓を見てないふりしてやる作戦しようと思ったけど隠れちゃったえなんでなんで動いてないのあれ普通に外したけど普通に外したゴミだけどなんで動いてなかったんですかね今のは情けってことでいいですかさあどうしよう左行きたいけどな左うーん微妙なんだよな味方がようやってくれてるけどうち1個しかないどういうこと あさり1個ってどういうことこんだけ、こんだけステージのサボってるこのゴミを拾わないのうち。NPO に怒られちゃうやつ。さ、あとりあえずデュアル殺して、弓殺したい殺した。これ来ますよ。来ませんでした。全然来ませんでした。エナドリだから、<laughs> エナドリでヒャッハーって言って突っ込んでくれたと思ったけど、全然そんなことなかったわ。相手も冷静ですね、非常に。 まあ、冷静なんですけど、うちは人を殺します。人だね、殺します。まあ、とりあえず入れとくとりあえず入れときますちょっとなんか雑音来ちゃった。ごめんね。ちょっと、マイクにぶ、ブツがぶつかった。えー、っと、どうしよう、51まで進んだか。どうしようね。そう、イグザミナ1つ帰ると言ってもね、まあ、なんか、単純な動きされてても、当たるもんは当たるので、マジで、 農地の,の方が強いと思う。農地の方がうちは厄介だと思ってる。まあ、イグザミナとマッチングしたのは多分これで3回目くらいだし、今んとこまでイグザミナにやられたことはない。どうなんだろうね。農地より射程長いんだっけわかんない。マジで。うちね、スプラトゥーンというものに関心なかったから。最近まで。せっかくだしやるかくらいのノリだったから。わかんないんだけど。まあ、多分だけど、 農地よりは若干長いくらいじゃないま農、あ、地より長くてもなんか、などうなんだろうわかんな、ね、い。まマジでわかんない。マジでわかんないっす。強いんですかね一回使ってみようかな。動画のネタにしようかな、イグザミナ。イグザミナー絶対弱いです。でイグザミナ、イグザミナーアンチのうちがイグザミナー使ってみたいみたいな。つまんなそう。つまんない動画になりそう。さあ、デュアルがどこから来るかなーって,っておっと、そんなところに弓、どこ あ,あそこかああ。なるほどね。オッケー。白。白です。さあ、なんだかんだ押さえつけられてるけど、結局これが世界の縮図なんですね。リッターが強い持ってるだけいいあのね。リッター扱いの内から言わせていただきますけど、リッター持ってるだけです。リッターだって、本人のプレイスキルが関係あるんだからねとか言う人いるけど、まあ、それは別に間違ってないと思うんですよ。その通りだと思うし、それでも武器パワーが。 えぐみですよ武器パワーは高いですこの武器さあどうしようかないやあ強すぎ強すぎるなんだこの武器はのはいそのあで死んでくださいさあまあなんだかんだなんか味方がめちゃくちゃアサリ進めてくれてたわありがとうねうちは一生人殺してだけだったけど味方がめちゃくちゃカウントを進めてくれて私ハッピーでございますわー なんだお前はあとあのイグザミナだけでもうちはジャンプ狩りでギョフ乗りできないしょうがないからこいつ殺すわあというわけなんでねまあでも私まあまあまあ声も晴れるようになってきたくらいには元気になってきたのでこれからはねちょくちょくと動画投稿しだったりまあ配信だったりやっていければいいかなと思います ここれかかららもたたチャンネルのこと、とよかったらよろししくお願いいいます。ということで、あと収益化500人になりました収益化条件が500人になったっぽいので日本でもでも再生時間足りないんであのこの動画を1000回くらい集回して再生してくださいよろしくお願いしますバイバイ